オレンジリボンズ、私は始めます。かずみさん、明日雑巾いるねん。おい、今なんて言うた？もう一回言うてみ。かずみさん、なんでお母さん言えんねや。だってお母さんじゃないやん。何を？だって何にもしてくれへんし。こいつまだ雪か。お父さんやめて、僕たちお母さんって言うからね、兄ちゃん。まったく可愛げのない子やで、お荷物のくせして。バーカ、気分悪いな。おい、外に飯食いに行くぞ。そうしてもらわんとやってられへんわ。行くで。お兄ちゃん、また僕らご飯なしやな。新しいお母さんが来てから、僕らはいつも邪魔者扱いされる。自分の子供にはいつもいい服を着せてるのに、僕らには何も買ってくれない。ご飯やお菓子だってくれない。学校でいるものがあってもお金がもったいないって買ってくれない。本当に何もしてくれない。それにお父さんがいないときは弟のことをぶったりもする。そんな人どうやってもお母さんなんて僕は思えない。お兄ちゃん、僕この前学校から早く帰ってきたら、新しいお母さんがお父さんにぶたれてたの見たで。悪者は誰なんやろな。